謝罪会見で許されるの上限値って不倫までですね。そう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 。でも本当にみそぎなのかなあれ。我々それをみそぎと思って見てないじゃん。なんかエンタメでしょあれ。もうこれなんか良くないこと言って悪意ある切り取りされたし、ね、逆やばいところはこっちがカットするから大丈夫。フリーで6年半ぐらい漫画でやって去年ちょっと採用で社員になったって感じです。へえー、そうそう。頭がついてるフィギュアだったのを多分頭を取ってそこに顔を描いて素材を作って勝手に作ってあれチーズはツール関係ないんでしょ。いやー関係ないことないんじゃないですか多分。薬で調子になりますよね。昭和学館なんて書類で落とされましたかわいそうに。今多分僕しかいないんじゃないかな。そう。いやギリギリまだいるか。10時ぐらいまでは誰もいないんですよ。やっぱりそうそうそう。編集部は。朝からソフトクリーム食べるの初めてです。朝ごはんに。趣味に溢れてます。そう。そうじゃないと仕事できないと思って今固く仕事できなくて。この3つなんですけど、ちょっとそのまとめてるところでって感じですね。なかなか散策の刺激が強そうな。あ、そうです。そういう作が多いんですよ。担当作、そういうの好きなんで、ホラー系とかが多いですね。やっぱり。僕の健康面はもうすこぶる悪いですよ。僕が多分今漫画で一番健康面が悪い男だと思います。あ、僕ねソフトクリームがねめちゃくちゃ好きなんですよ。あ、なるほど。本当ソフトクリームは冬でも食べちゃうんで。なんか前にソフトツイスト、いやーそう、ソフトマックのソフトツイスト好きで。そうなんですよね。あとあんまり数ないんですけど、はちみつ屋の杉養蜂園ってわかります？あそこのソフトクリームがめちゃめちゃ美味しいんですよ。杉養蜂園があればそっちに行くみたいな。あ、なるほど。確かにあれレアですね。そう、数ないんで、でもあそこ一番ソフトクリーム美味しいんじゃないかなと僕は思ってるんですけど、おすすめですね。お溶け始めている。やっぱ誰もいないですね。僕の机ですね。あれ、なんか前見た時よりちょっと増えたかもしれない。増えてますよね。すごい。女子高生のやつ。あ、これはでも全然、これはなんか勝手に僕はソフビじゃないと思ってるけど置いてるんですけど、これちょっと面白くて、これどこだっけ、そう、なんか幻博覧会っていう、はい、秘宝館とかあるじゃないですか。あ、はい、ああいう系、ああいう系統のなんかそう面白いものがいっぱい置いてある変な場所があるんですよ。もう本当に昔すごいもう平成初期のお宅の部屋を再現しましたみたいな部屋だったり、そこのグッズ売り場で売ってたんですけど、これ多分本来普通の女子高生の頭がついてるフィギュアだったのを多分頭を取って
そこに顔を描いてなんか別物として売ってるっぽくてそうそう500円でしたんで、まあ、お土産で買うかと思って買ったんですけど逆に邪魔じゃないですか。あ、まあ仕事は結局 この範囲でしかしてないんで、そうもっとなんか本を置きたい人にこれを譲れよって話ではあるんですけどそうですね、逆に仕事用のものは こっちにずるいことしちゃったんですけ どテーブルの外に僕は置いちゃってるんですけど、こういうなんか資料とかをこれ共用の棚ですか本当は俺が一人で使っちゃいけないとこ色漫画表現師とかもあるんです。あ、そうですね、キミリトさんという名前の方なんですけど、はい、エロ漫画研究されてる方で、僕が昔アーとかウーしか言えないっていう漫画を担当してたんですけど、それがエロ漫画を描く女の子の話で、その時にこのキミリトさんって方が結構協力してくれて、なんかエロ漫画のなんか歴史というか、なんかこういうのが流行りみたいなのをいろいろ教えていただいたんですよね。あれ、成田さんもデスクトップ、そう、僕もデスクトップ綺麗にできない人なんですよ千代田さんと同じ。いや、同じですね。デスクトップも今めちゃくちゃになってるんで、そういう感じです。もう見て全部埋め尽くされてる、見ての通りって感じですね。しかもこの左上にめちゃくちゃこうさらにごちゃってあってて、こうこれでも収まりきってないっていう状況に、ファイルが見つからないんで、ここの検索窓で検索して探してるっていう最悪な状況ですけどね、はい、やりづらくないですかこれ。あ、結局検索して出しちゃうんで、あんまり関係ないんですよね、そのどこに何があるかって。そう、もうここを押してなんかこの検索ワードで出しちゃうんで、あんまりどこに何があるかって分かったけども出せちゃうというか、結構気になったものとかをその場で保存しちゃったりするんで、これとか多分バナー用に保存してるんですよ。なんかデザインのなんか見本にならないかなと思って、そうそうなんかどっかに使えないかなと思って保存とかしてるんですよ。これ大谷。あ、そう、これ大谷ですね。でもあんまり大谷かどうかって気にしなくて、なんかこの置き方がいいなと思って、なんかこう色の数絞ってるところとか、なんか個人的には色絞った方がいいと思ってて、もののデザインとかって、そうそうそう。であとぼかすとかも基本僕使わない人間で、こうぼかさず、あの、ぼかす縁がぼわっとするやつあるじゃないですか、あれもちょっと嫌いなんで。僕も今日驚いたんですけど、なんか気づいたらヒゲが生えてるっていうのは普段ない。初めて見たこんな姿を。やっぱこうヤバコ先生みたいになろうかな。強くなりたいみたいな。とりあえずヒゲかな。作ってるカードゲームなんですめっちゃ勝手に作ってんじゃん。めっちゃ勝手に作ってなんか面白いもの持ってこれないかなと思って、これ映して大丈夫なのかなって言われて勝手にねカード作ってるんですよ。そういうことするからね、僕頭を抱えるわけですよ。めっちゃ勝手に作ってるし、めっちゃ進んでるし、こういう感じで、あ、これは知ってますよ。これを知ってるよ。これね、素材を作って勝手に作ってる。これ勝手に作ってるやつ。これはどうだろう、映していいのかな。まあ。俺は笑ってるけど、笑わない人いるかもしれない。やめときましょう。いや、これで勝手にお金を稼いだりしてない限りは別に全然いいんですけど。身内で、そう、身内でね、小学校とかでやってるオリジナルのカードゲームを厚紙で作って、あれはどこ、俺もやってたよ、小学校の時に。やってた。それですよ、ね、話どうするかっていうところ。これには謝罪のなんか最高潮はやっぱ謝罪会見かなと思ってて、いや、ネタもかなりあると思うんですよね。どうなんですかね。
まあ触れちゃいけないのも言えばあるけど、謝罪会見って良くないことが起きたからやってるわけで、いやでも謝罪会見ってまあ我々に関係ないことでも謝ったりするじゃないですか。なんかまあ芸能人不倫問題とか、なんか芸能人が謝るのはまだいいとして、うん、YouTuber が謝るのって滑稽だよなってずっと思ってたんですけどそこに対して揶揄すると何かやらかした時に二度と謝れなくなっちゃうお前はどうやって謝るんだって言われる。謝罪会見で許されるのの上限値って不倫までですね。そうまあ許されてるのか知らないですけど、不倫と、いやどうだ、許されてるかがなきゃ、やっぱり野々村議員はやっぱ最高だったなと思ってて、あれ野々村議員って何したんでしたっけ。まあ、なんていうの、政務費っていうか、その仕事のお金を使ってなんか温泉に何回も行ってたみたいなことがこう、そこまでかな、そうそのぐらいがラインなんじゃない。これってなんか良くないこと言ってき悪意ある切り取りされたし、ね、逆やばいところはこっちがカットするから大丈夫謝罪会見ってなんか何のためにやってるかっていうのを結構俺は掘り下げるべきな話題かなと思ってて、なんか切り、まあ、みそぎというか切り込むというか、でも本当にみそぎなのかなあれ、我々それをみそぎと思って見てないじゃん、あれなんかエンタメでしょあれ、うん、もうなんかやってらそうおなんかやってるぞ、おっていう、謝罪会見をやらなかったからって言ってそれが世間にバレるってことないと思う。あとやらなかったっていう、そう謝罪会見やらないってことに対して我々一般市民が怒る理由がないんですよ。謝罪会見そもそもあれは誰がセッティングしてるんですか。今から謝罪会見をやります、よしホールを予約するぞっつって電話してじゃあ何時からよろしくお願いしますっつってあ、だから事務所がある人たちは事務所が多分やってる。なんかそれ何かのテレビで、まあ、これも不倫問題です、まあ、大体不倫問題なんですけど、のさん、はい、の時はさんはなんかそういうテレビで言ってたけど、今から謝罪会見行くからって言われて、もうなんか今からみたいな感じでこう連れ出されたみたいな感じで、こうもうなんかしどろもどろみたいな感じになったりもするけど、まあ、ぶっちゃけ俺は本来、まあ、芸能人の不倫程度の話だったらいらないと思ってるんだけど、まあ、っていう事務所がやってるんだったら、そもそもあこれ話題になるからアドジャンってやってるっていうあれやってましたよね、モブサイコで謝罪会見やってた。ああそうだねそうだね、レーゲンが嘘だってバレたみたいな時でね、途中から全部どうでもよくなってそうそう、あれ最高だよね、面白い途中でどうでもよくなった、あれ俺なんでこんなことしてんだみたいな、それでなんか適当な解消してたらまあうまくいっちゃっても、最後モブがいろいろやってくれると場をごちゃごちゃってやってくれて、なんか助かったみたいな。いやあの回いいよね、あれはいいです、大人になったなっつってモブにお前成長したなっつって、それそうなんだよなだから後輩に対してのメッセージの場っていう話を、うん、ステージを用意したら、うん、オチとして美しいのは一人に対しての場っていうのが一番美しくなるから、ね、いやモブサイクはすでにもそれをもう我々の行く道を行っていたって感じすごいねやっぱね謝罪会見でそこをちゃんと切り抜けたんだなっていう、関係ない全ての人に謝る謎の謝罪会見ではなく、自分の関わる大事な一人のためのメッセージにしたっていうのが、そうですね、いやすごいねモブサイコやっぱり素晴らしい、あの回やっぱ面白いもんなんですね。ちょっとじゃあ向こうで喋りながら飯食いましょう。まあいいよ。荷物はどっか置いてきたんですか。これだけです。なるほど。今日静岡からいらっしゃってて。え？あ、そうなんですね。もともとこっちに住んでた、こっちっていうか、まあ静岡が実家で、はい、本当は最近引っ越して高円寺に住んでたんですけど、いろいろあって実家に戻ることそうそうそう。今ご実家に戻ってて。なんかたまにこう東京に来るらしくて、その予定が今あったんで今日。ああ、家自体まだ借りてるから。あ、そうなんだ、借りてるんだ高円寺。引き払わないといけないんですけど、引き払うのがめんどくさくていやでもお金がね、かさむからね引き払わないとね、いない、済まないなら。いや結構今日タイミングが合うの久々だね、久々だから
めっちゃひげ生えてると思って。林からもっともっと人に言われるかなと思ったら、意外となんかこう、お前は童顔だから生えてるぐらいじゃないの、相応に見える。年相応といってもだいぶ若いんですよ。めちゃくちゃ若いよ。僕が初めて、お声掛けというかした時は大学2年生か3年生、1年生だったっけ。そんな、そう、めっちゃ若くて。お声掛けのきっかけは何ですか。漫画ワンでやってる、連載投稿トーナメントっていう、なんかその応募する賞があるんですよね。それに2回か3回出してて、決勝まで上がって第7位か4位で、6位かだった時に、まあ、僕が単純にちょっと面白いなと思って、あの声掛けというか、大学の授業思ったよりおもんねえと思って、あの iPad を持ちながら、やめたら違う違う、ちょっと待ってね。わ、すごい、すごいよね。僕も1回しか来たことない。壊れてたの。どういう風に座った方がいいですかね。ちょっと僕トイレ行きたい。あ、いいですか。ちょっと、席配置どうすればいいですか。僕じゃあ対面していただいて。付き合い自体は長い。そう、今 5,6 年、ね、もう連載もなんだかんだ2年ぐらいやってるから。確かに決まる前も結構、他にも全然企画やってたんですよ。なんかサッカー漫画やろうとしてたりとか、そのスポーツものをやってみるかみたいな。なんかね、あんまり上手くていや、なんか面白い切り口だとは思ったけどね。なんかそのサッカー漫画とか、あとなんか、あれ、医大受験もの、医大受験もの、へー、いやでもその かっこいい話じゃなくて、本当医大受験生がアフロ田中みたいな、こうなんか、そうそうそう、別に勉強を頑張るとかじゃなくて、汚いドクター X みたいなことをやるとかいいよねっていう感じでは、なるほど、なんか世の受験生たちを腐すみたいな漫画をやろうとしてた。なんか受験生、受験生、浪人生、金持ちの家のガキとかを腐せるっていう、まあ美味しい企画です。もともと田村さんもなんかそれ医学部受験しようとしてた人間だったんで、そうそう、でやめちゃった。だからちょっとこう知ってる世界だったっていうのがあって、あ、なるほど、医学部受験の世界っていう、その時すでになんかもうちょっとなんか思うところがいっぱいあった様子だったので、なんかそうそう、医学部受験生たちに思うところいっぱいあるなって感じで、なんかいろんなところに思うものがそうそう、思うものがいっぱい、そう、思うものがいっぱい、思うものがいっぱいある人間なので、逆にも社会へのそういう不満のところ、もし自分の中からなくなっちゃったらどうぞそれは幸せだからいいんじゃない、漫画を描く活力みたいな、なんか四つ葉みたいなのを描くか生きてるだけで偉いっていう漫画を描くしかないの。そうそう、最近そういう風潮だから。そうだね。さんは、あの、はい、まあ、大学生だったんで就活中だったんですよ。あ、そうだそうだ。そうで、僕もすごい、僕マナーとか嫌なんですよって話をして、じゃあちょっとマナー講師同士ぶつけるみたいなのでやりましょうよみたいになってっていう。で、なんかネーム書いて、まあ、就活があるからさすがにやや忙しくってなかなか進まない、下書きぐらいで止まってたんですけど、まあそのツイッターになんか下書き状態で上げてみたら思ったら100倍ぐらいバズって、そう、めちゃめちゃバズった。いや、まだすごい連載会議とか苦戦してたのに、なんかそのバズって、ちょっとその話を上に上げた瞬間、あ、連載決まりましたみたいな。へえ、そうそうそう、あ、やっぱそういうSNS とかの反応で決めることも、いや、多分、ね、あの現状漫画はその作品はマナーバトルだけですね。あ、そうなんですね。ちょっとずるいやり方で通したかも。
もともと豆野さんってうちの編集長からは一旦企画ボツが出てたんですよね。なんかそうだった、そういう人言ってボツが出てて、ボツ出たって話を確かして、ネームとで、ちょうどその時にマナー講師同士をぶつけたいみたいな小説家の方がつぶやいて、そのつぶやきだけがバズったんですよ。そのマナー講師同士をぶつけると面白そうだよねっていう、っていう時に我々にはすでにそこに1話のなんかネームがあったんで、もうこれ載せちゃおうって言って、さすがに翌日ネーム出したら、さすがにこれ1日でできないって分かってくれるから今出しちゃおうって出して、バズったんで、マメロさんにこれいいっすかって言ったら、まあいいよみたいな投資もらって、マメノさんがすごく柔軟で、あのね、いい人だった。そう褒めとこいい感じ。柔軟な発想ができる人がトップだと本当働きやすいです。働きがいがある。それだから大学連載始まったのは3年生とかだったっけ、もう3年生の終わりぐらいだったっけ、アニメ社の終わりか4年の始まりだったよね。そのなんかバズって、でもマメさんからもうこれはすぐやった方がいいって、そのあんまりバズってすぐやった方がいいって、そのあんまり開けない方がいいって言われて、もうほんとすぐ始めてるのだって、バズった3ヶ月後とかにはもう始まってたもんね、連載が始まり、大学3年生就活を辞めるっていう。その就活中はどういう、出版社だけ受けて全部落ちて、へえ、小学館なんて、ね、書類で落とされましたかわいそうに。結構でも漫画ワン内でも断トツで若い方、多分僕ぐらいの年齢だとまだジャンプ目指してるんじゃないですか。僕らがそもそも中学の時にウェブ漫画めっちゃよく出て、中学の小学校の中学校の時に、それこそワン先生とか岡部先生とか、あれ横田先生とかの漫画を読んで、すげえかっこいいと思ったら、なんか裏サンデーとかいうものができて、こうそれだから、それ見て、あ、いいなと思って、だから割とこう、まあ出すんだったら漫画ワンかなみたいな感じで結構シュッてきたけど、多分みんなそう思ってなかった。も思ってないんじゃない。まだみんなジャンプを目指してる。まあ確かに俺もわかんない、漫画描いてたとしたら一回ジャンプ持っていこうという気持ちになるよ、やっぱり。とりあえずみたいな、合ってるとか関係なく。あ、じゃあ一旦もジャンプには持っていかなかった。持ってってないっすね。なんかこのままだと来年1個しか立ち上がらないかもみたいな、結構そういう不安があるかもしれない。いや、タモリさんはこれ本当にこの関係なんですよ、ベースとしては。まあ世の中にこういうお化けみたいなのが、まあ、いるっていう世界で、そのお化けをエッチなことをして除霊するっていう人がいるという話なんです。フリーになろうとするってこと、それは It's that feeling that makes you wanna